佐です。はい、こんにちは。はい、どうもこんにちは。今日はですね、はいはい、来たる1月18日の土曜日、はい、うん、夜の8時から、うん、第2回天才ピアニスト単独ライブ、はい、2回目でございます。とにかくもう、はい、カーミングスーンでございます。そうです、はい、来ていただきたいんでね、あのいろんなね、まあ、もちろん新ネタもありますし、はい、前回とまた違った雰囲気の、うん、まあ、サプライズ的な要素であったりとか、いやちょっとねこれは単独ライブで見たことないような演出考えてるんで、うん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 、ちょっとね来た方がいいかなと思います ね、 迷ってる方は。あの単独を境に二度とやらないネタもあると思います、はい、永久のボツネタとかも出てると思いますんで、撮影ミッションもいっぱいあるので、ね、それもちろんもう VTR もね、うん、かなり凝ったものを作ってますので、ぜひ見に来ていただきたいなと思っております。あとこのポスターが、はい、たまたまお仕事でハワイ行かせていただいた時に、うん、そう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 、あの溶岩地帯のところで、そう、これ下溶岩なんですね。そうね、裸足で撮ってるんですけど、はい、現地のコーディネーターさんに足切れるよって言って、そうそう、裸足でうわーって言ったら足切れますよって、高一郎でした。高一郎現地の高一郎が、高一郎さんっていうコーディネーターがね、怒られつつ、はいはいはい、現地で衣装を調達して、そうそう、はい、快晴の中撮りました。ハワイのね写真でございます。フライヤーもありますのでね、サインも貸していただきます、はい、大自然を生かしております。はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、18日、ぜひ吉本漫才劇場お越しください。はい、ね、来てほしいですよね、花川さんもね、はい、伊藤のくん来た、単独のタイムで来てほしいのよ。来てほしいですか。それではまた来週、じゃんけん。はい、何ぐちゃぐちゃやね、待ってます、待ってます